皆様どうも、こんにちは。今日はですね、まあもう少し年末ぐらいにやる予定だったんですけど、まあね、気軽な暗黒雑談っていうのをね、まあやってみようかなと思います。まあ本当に気楽にね、いろいろお話をするという、まあそういった雑談なんですけど、もう一人で本当に話したいことを話すという雑談ですね。それをやっていこうかなと思います。まあ雑談というかもう放談に近いんですけど、やっていきます。で、今日はですね、一応テーマを一つ決めまして、新型カメラの噂ですね。そういったまあ噂の関係はね、こういった本当雑談形式で今後やっていこうと思います。で、もう特にですね、当たっても外れても、まあその時は、出なかった時は出なかった時という感じで、まあ、新型カメラとか、新型レンズの、まあ噂ですね、そういうのはまあこういったお気楽に、本当にですね、お気楽にやっていこうというふうに思っています。で、一番ですね、ここ最近、まあずっと言われてるのがですね、富士フィルムさんのカメラですね。富士フィルムさんのカメラがちょっとここ最近、噂が元気かなっていうとこです。僕は買うことないと思うんですけどね、X-H1 っていうのが出るみたいです。で、もうね、現像ソフトにはですね、それの、対応機種の中にですね、X-H1 っていうのが入ってるらしいんで、もう名前も決まってるみたいですね。で、あとね、いろいろもう情報も出てきてるんですけど、でもまあ基本的にはね、XT1 の兄貴分みたいな感じらしいです。なので、僕がちょっとね、これは買うことないかなってとこですね。まあ富士フィルムのカメラ買うんだったら、まあ一番下のモデルでいいですね。XA1 とか、あたりでもいいです。まあ基本的にはね、赤の写りがいいという、まあそういうモデルなんで、まあそれは安くても高くてもね、あんまり変わんないっていうことだったんで、まあだったら安い方でいいやっていう、まあそういう感じです。で、他にもね、噂なんですけどね、まだ全然噂なんですけど、GFX50S ってあるじゃないですか。GFX50S でよかったっけな。5000万画素のですね、大型センサー、中板センサー搭載したね、そういったモデルがあるんですけど、まあ、もしかしたらですね、次期 GFX50R とか、GFX100S みたいな、そういうのが出るかもしれないというとこです。でね、50R の方はね、50S のなんか廉価版みたいな感じでね、出るかもしれないということです。なんかそうなったらね、面白いですよね。いや、廉価版だったらもしかしたらっていう感じですよ。で、廉価版になって、まあそれの中古がね、出回り始めたら、自分もね、ちょっと検討してもいいかなっていうとこになってくる感じですね。でもまあ、もっともね、まだ、来年か再来年ぐらいの話らしいんですけど、もしかしたらそういうのが出るかもしれません。まあそしたらね、その GFX50、まあ R になるのか、名前はまだわからないですけど、まあ廉価版と、例えばね、光学系は、ウィリアム・オプティックスかな、スター714.9。あれがね、一番中盤までイメージサークルがあって、あれ中盤以上なかったっけ？ 645 ぐらいあった気がするんですけどね。とにかくまあイメージサークルがでかい割に、価格的には抑えられてるっていうね、そういう光学系があるんですよ。まあそういうのと組み合わせてみても楽しいかなって思ったりしてます。で、GFX100S の方はね、より高級機の方で、こちらはね、もう自分が買うことは絶対にない。というか、買えないと思うんですけどね、いくら欲しくても買えないと思うんですけど、ついにですね、1億画素のモデルが出るかもしれないということです。で、まあ、中盤の1億画素ですね。まあ、さすがにフルサイズで1億画素っていうと、ちょっとピクセルピッチの関係とかでね、まあ、ちょっとノイズ面で厳しいかなっていうとこあるんですけど、まあ、中盤ならね、まだまだ余裕だと思います。中盤のね、1億画素ってどんなもんだろうって気になりますよね。まあ、お金がいくらでもあったら欲しいけどっていうとこなんですが、とにかくね、そういうハイエンドモデルとかも出るかもしれないということです。まあ、こういうのはね、今言った中盤は、まだまだ、この先というか、どうなるかわからない、不透明なところはあるんですけど、ただまあ、その動向はね、今後も気になるなというところですね。そういったものがね、富士フィルムさんから出るかもしれないというとこです。
で、あとはね、前も話したんですけど、どこだったっけな、パナソニックか。パナソニックさんのですね、GH5S も最近結構活発になってきてて、おそらくね、CP プラスの前にはね、結構大きな発表があるんじゃないかなと思ってます。GH5S っていうのは、GH5 のね、より高感度を強化したようなモデル。まあ、なんで言ってしまえばですね、α7S みたいなもんで、ソニーさんの α7S みたいな、低画素で高感度強化したようなモデルが出るんじゃないかと言われてます。まあ、そちらもね、すごく楽しみですよね。まあ、ただね、画素としても基本的にはマイクロフォーサーズなんで、ピクセルピッチ自体はね、そんなに太くなんないんですよ。まあ、太くなんないんですけど、高感度強化したらね、どれぐらいになるのかっていう、まあ、そういった性能がどうなのかっていうのもね、気になるところです。天文ガイドのね、まあ、雑誌の方にもあったんですけど、パナソニックさんのね、社内の中にも、天文ファンの方がいらっしゃるらしくって、カメラの開発とかね、そういうのに携わってるというお話でしたんで、まあ、そこら辺の機能とかがね、使いやすくなってたり、まあ、タイムラプスがより強化されてたりね、高感度が強くなってたりというのがあると楽しみなところだなというふうには思ってます。で、あとはね、何があったかな？キャノンのね、キャノンさんのね、135mmF2L、これがね、来年の、最初の方に登場するんじゃないかと言われてます。最初って言ってもどうなるかな？春から夏ぐらいにね、キャノンのね、135mmF2L IS っていうのがね、登場するんじゃないかなと言われてます。まあこれ多分 IS がついてるんで、85mm と同じような感じになると思うんですけどね。BR がついたものになるとはちょっと考えてません、僕も。135mmF2 もね、F2L も、あれもだいぶね、評判が良かったんですけど、ちょっと古くなっちゃったんで、IS を搭載してね、リニューアルということなんでしょうけど、ただまあ、光学性能を、まあ、最大限に活かし、最大限に、MAX にしたようなモデルではないかなと思いますね。そこを引き出したようなモデルではなくて、まあ、使い勝手。ポートレートの、使い勝手を強化したようなモデルだと思います。ちょっとね、これはまあ、ちょっと残念かなっていうところはあるんですけどね。光学性能をマックスで出してほしいなっていうのはあるんですけど、まあそれはね、再来年ぐらいになるかもしれません。まだまだわからないですね。例えば 85mm の F1.2L とか、まああるいは 135mm も最近はね、F1.8 っていうものが出てきましたんで、まあそういったより上位モデル、よりね、明るいもので、そういったね、光学性能を最大限にしたような、モデルが出てくるかもしれません。キャノンね、せっかく BR レンズがあるんだからね、キャノンさん使えばいいと思うんですけどね、なかなか35mm 以降広まってこないとこです。いやー、35mm ね、ほんとすごいんですよ。RGB で見たときね、全然って言ってもいいよな。本当に屈折光学系とは思えないぐらいですね、各色でピントが一致してるんですけど、もっとね、使えばいいと思うんですけど、なかなかね、出てこないとこです。まあ、コストが結構かかるんでしょうね。特殊なレンズなんで、BR レンズって。まあ、設計とか制作のコストがすごいかかるんで、なかなか進まないとこなんでしょうけど、でもね、僕としてはね、早く次を出してほしいなと。まあ、中望遠ぐらいでね、まあ、中望遠か 50mm ぐらいでもいいんで、出してほしいなと思ってるとこです。で、あとはね、特に噂はないかな。あとはね、そうか。キャノンさんがね、超望遠レンズをいくつか出してるっていう、そういう話もあるみたいですね。いくつか、なんか特許を取ってるっていう話があるみたいです。超望遠なんでどれぐらいになるんですかね。600とか800とかになるのかな。ただまあ、スポーツとか、野鳥とかされる方はいいかもしれませんけど、まあ僕がこの超望遠を使うことはまずないかなって思いますね。まあそれぐらいだったらね、もう望遠鏡買う。まあ天体だとね、カメラレンズの超望遠よりも、まあ天体望遠鏡のね、超望遠の方がいろいろと優れてますんで、まあこれはいいかなってところですね。で、他にはなんかいろいろあるのかな。まだね、いろいろあるみたいなんですけれども、とりあえずまあ気になったところはね、そんなところですね。あ、そっか、最近はね、ライカのね、レンズがいろいろ出てるみたいです。ライカのね、明るいレンズがね、なんかいろいろ出てるなっていう話も、ここ最近上がってますね。最近発売されたのはね、75mmF1.25 っていうね、そういったレンズが出てたりします。で、最近はね、
次はね、あの 90mm の F1.5 とか、そういうものを、ライカがね、出してくるのではないかというとこですね。まあ、ライカのレンズってね、あの、弾が少ないのかな？中の、あの、レンズが少ないらしくって、あの、描写がいいとか、抜きがいいというふうに言われてます。まあ、望遠鏡と同じで、あの、構成枚数が少ないとね、基本的にまあ、星で言えばね、星の歪みが少なかったりするんですよ。まあ、すっきりと星が描出できたりするんで、まあこういったライカのレンズとかもね。でもどうなんだろう。マウントがね、マウントなんでね。なかなかあの使、まああの実際にカメラに搭載するときに、問題になったりするんですけど、ただまあそういったところで、一部でね、コアな人気があったりします。で、まあこんなところかな。今回はこんなところで、あ、そっか。あとね、最後にね、ソニーさんのね、FE400mm F2.8、これのグランドマスターっていうのがね、出るんですけど、まあ、これもね、望遠鏡で近い焦点距離に なるんですけど、4ニッパですね。4ニッパっていうことなんで、あの、イプシロン130よりもちょっと明るいのかな。イプシロン130が130の 3.3 なんで、まあ、それよりもね、ちょっと明るいです。まあ、望遠鏡とね、あの、カメラレンズのギリギリの焦点距離ですね。300から400ミリっていうのが、ほんとギリギリの焦点距離だと思います。で、これがね、400ミリなんで、まあ、もしかしたらすごかったらね、あの、天体で使われる方もいるかもしれません。ただ、4ニッパなんで、めちゃくちゃ高いと思います。おそらく100万円コースだと思うんで、そうなるとね、FS9 買うような感じになっちゃうんで、まあそこら辺がどうなのかなってとこですね。あとソニー用でしか使えないんで、そこら辺の問題もあって、さてさてどうなることでしょうというとこです。ただまあ僕は使ったことないんですけど、まあこのグランドマスターレンズってすごくね、評判がいいらしいんで、まあどうなるところなのかなっていう感じですね。ということで、まあこんな感じでね、今日は、カメラとかレンズの噂を本当適当にね、羅列していった感じです。まあ今後ね、噂とかそういう感じは、そういうものはですね、こういった雑談形式で、本当にね、暗黒雑談っていう感じで、もう気軽に話していこうかなと思いますんで、また何かね、溜まってきたら、話してみようかなと思います。それではですね、ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。